あざとい仕草も正当化してしまうほどの可愛さを持つ俳優の千葉雄大29。その可愛さは歯に衣着せぬ発言をすることの多いお笑いコンビおぎやはぎも絶賛するほど。そんな千葉が見せたワイルドな私服姿に、かっこいい千葉くんもたまらない、と、ファンから歓喜の声が上がっている。かっこいい、千葉雄大4日、千葉は、お友達との誕生日をお祝いしました。手巻き寿司と焼き鳥パーティー。焼き鳥は串に刺すのをお手伝いしました。リア充ですね。持つべきものは、友達ですね、とコメントを添え、自身のインスタグラムに4枚の写真を投稿した。サングラスとピアスを身につけ、手には缶ビール。テレビや SNS の、かわいい、印象の千葉とは異なり、男らしくて、かっこいい、印象を受ける。アドズバイキオスクド、かわいい、千葉雄大千葉の、かわいさ、といえば、2018年1月から3月に放送され、他ドラマ、もみ消して冬散るだ我が家の問題なかったことに、日本テレビ系、での、あざとかわいい、演技も話題になっていた。千葉が演じたのは、主人公一家の下で働く執事見習いの、楠木松也。ドラマの中で、千葉の演じる楠木はぷくーっと頬を膨らませたり、子犬のよう、目をキラキラと潤ませたりと、あざと可愛さを存分に発揮していた。ギャップに驚いた、今回、千葉がアップしたプライベートの写真には、ギャップに驚いた、といった声が見られる。やはり、千葉雄大といえば、可愛い、と思っている人が多いようだ。かっこいい千葉くん、マジでギャップ萌え、リア充さすが、プライベートの千葉くんは男らしいんですね、やば、いつもと違う感じ。かっこよすぎる、千葉、雄大は、可愛い俳優の代表。調べ編集部では以前、全国20から60代の男女562名を対象に、2017年秋ドラマに出演する俳優の中で、一番可愛いのは誰か、という調査を実施。その調査では、竹内涼真や神木隆之介など、並み居る、可愛い、俳優を抑え、見事、千葉が1位に輝いている。今回、かっこいい、装いでギャップを見せた千葉雄大。普段の印象があまりに、かわいい、ため、ギャップの振り幅にファンは悩殺されているようだった。合わせて読みたい、ドラマ、もみ消して冬、山田涼介の顔芸と可愛すぎる執事に注目、文、調べ編集部、野瀬健人、調査概要、広報、林。ターネットリサーチ、クズー、調査期間、2017年9月29日から2017年10月2日対象、全国20代から60代の男女562名、有効回答数、